うわ、こんな運命の人いないとか思ったわけです。すごくいいって言われてても関係性によって変わるんですよ。恋人としてはいいよね、バッチリだよね、でもビジネスではダメだねとかもあるし、まあ、自分なりに答えを得て、その人とうまくやっていく方法が一つでも二つでも見つかったらいいなっていう感じです。その人の成長度合いと気づきと、まあ、人間的成熟度によって関わり方はいくらでも変わる。ほとんどの人がその傷を隠すために自分を閉ざして生きてる。私がこの講座をやる目的っていうのは、その相性の見方、技術もまあまあ一応はというかお伝えするんですけど、やっぱり人間関係を良くする術というか、まあ、それをお伝えしたいなっていうのが一番なんです。